芝浦工業大学は東京都港区芝浦三丁目九番14号に本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は芝浦工大、芝浦。古くは1927年、有本志郎が東京大森に創設した東京高等工商学校を前身に、 現在の芝浦工業大学が創立されたのは1949年の学生改革の時である。現在は工学部、システム理工学部、デザイン工学部、建築学部がある。2018年度の志願者数は4万1734人で、日本の私立大学の中で第23位である。理事長、鈴木武雄学長、村上正人社会に学び、 社会に貢献する技術者の育成、有本志郎、芝浦工業大学見学の精神次のような理念に基づく実学教育を行っている。現代文化の諸籍を教材として活用し、社会的活動の意義を体得する芝浦工業大学、見学の精神と創立者、有本志郎1927年5月、東京大森に各種学校、 東京高等高渉学校として創立同年9月に芝浦校舎を開校。1929年、東京高等高渉学校を東京高等高学校へ改称した。太平洋戦争中の1943年には芝浦高等高学校に校名を改める。そして1944年、専門学校の設置認可が不利、芝浦高等高学校を廃止し、 芝浦工業専門学校を設置する。対戦後まもなく大学設置を目指し、1949年の学生改革の際、新生大学、芝浦工業大学を設置するとともに、芝浦工業専門学校を廃止し、現在に至る。効果、編集、北原白秋作詞、山田工作作曲。有本史郎が北原白秋に作詞を依頼し、1941年に、 完成した。北原白州が作詞したのは東京高等工学校のもので、現在は学校名を変えて歌われている。カラオケのダムの一部機種で歌うことが可能である。学部、編集大学院、編集付属機関、編集学生上部団体の工学部学生会とシステム理工学部学生自治会が2017年度より統合され、全学部制が加入する。 芝浦工業大学学生自治会が発足した。また、文化系サークル連合として、芝浦工業大学文化会、体育会サークル連合として、芝浦工業大学体育会がある。芝浦工業大学には、部活動、クラブ活動、サークル活動が存在する。学園祭は11月に豊洲キャンパスで開催される。芝浦祭と5月に大宮キャンパスで開催される。 大宮祭がある。詳細は、芝浦工業大学の人物一覧を、参照大宮キャンパス。編集関東自動車が運行する芝浦工大のスクールバス建築学部以外の1年次生2年次生が、修学する。敷地の4割ほどが雑木林である。敷地内には、日本人学生と留学生が生活を共にする、シットグローバルコモンズがある。豊洲キャンパス。 編集2006年に開設されたキャンパス。豊洲キャンパスは3万平方メートルの敷地面積がある。キャンパス内の大学生協や学食では、スイカ及びパスモでの支払いが可能である。外線門のような形をした研究棟、教室棟、交流棟の3つの建物があり、それらは渡り、廊下で結ばれている。それぞれの建物は免震構造を持ち、 渡り廊下は伸縮できるものとなっている。また、冷暖房システムは IHI 本社ビルから供給を受けている。キャンパス開設にあたって周囲との開放性を失う塀のようなものの建設は当該地区の再開発計画において禁止されていたため校門はない。大学側が校門の代わりに学校のシンボルとなるものを模索した結果、 外専門のようなデザインの研究棟ができた。今後豊洲大に校舎を整備する計画があり、全学年が一つのキャンパスで学習できる環境の整備を予定している。2016年度に豊洲校舎内において部外者による研究設備を狙った盗難が発生したため2017年度より校舎は常時施錠されることとなり、 校舎へ出入りする際は必ず学生証による認証を持って開場しなければならなくなった。芝浦キャンパス、編集2009年に旧芝浦キャンパス跡地に開設されたキャンパスで芝浦ルネサイト内にある。大学間連携、編集加盟協定等、編集ダイヤモンド社の2006年,年9月23日発行のビジネス誌、週刊ダイヤモンド94巻36号。 出世できる大学と題された特集の出世力ランキングで同大学は2006年時点で存在する744大学中第18位にランキングされた。ありがとうございます。